场的媒体朋友们捕捉一下画面，我们先看向正中间 Crystal and Center。好，我们看一下右边，右边的媒体朋友们 ，The right hand side。好，我们左边。回到中间 ，in the center。バイです。ちょっとね声が枯れてますけども、先日エグザイルのねライブがありまして、ファンの皆さんがとてもね熱狂的で、それにお返ししようと思って地声でガンガン盛り上げてたら声がこんな感じになってました。もちろんそうですね、自分の、ね、こう家族が応援してくれることほど本当に、ね心の支え、になることはないので本当に心強いですし、ね、本当にまず僕自身がこういった、ね、台湾の皆さんとたくさん、ね、こうコミュニケーションを取らせて、いただけるきっかけ、っていうのも自分の、ね妻なくしては絶対にありえないので本当に、ね、こう感謝の気持ちもいっぱいですし、はいまあ、それだけでなくそれ以上に、ね、なんか自分たちのエンターテインメントを通して台湾の人たちに元気や勇気をお届けしていきたいなという思いでいっぱいです。いやもうパーフェクトっていただきました、ね、いやもう本当に感謝ですね。でまあ、もちろん、ね、本当に家族仲間スタッフの支えもあったんですけど当日感動したのがやっぱファンからのサプライズ。まあ、本当にねよく考えてみたら決戦に10年でこれだけ、ね、近い距離なのになかなか来れてなかったっていうところでずっと、ね、この、ね、海を越えて僕たちのことを応援してくださったファンの人たちが自分たちのライブで、ね、そのサプライズメッセージとあとはそのお客さんに自らプレートを配ってありがとうまたね、エグザイルありがとうっていう、もうそれはもう本当に感動してましたね、はい、本当に映像流れてる時裏で実は号泣してました、はい、だからいい大人がね涙見せちゃ恥ずかしいんでもうステージパッと向いた時にはもう普通の顔してましたけど実は号泣してました。そうですね、まず一つは本当に僕が携わらせていただいて一番最初のプロジェクトがやっぱりエグザイルから切り開いて行くことにすごく意味があるかなと歴史もあるかなと思いましたのでまずはそれを達成できて、幸先いいスタートが切れてよかったです。で来年はね本当にExileだけでなく本当に多くのグループのことをですね台湾現地の方々も応援してくれているので、もちろんねいろんなグループのライブもやりたいですしやっぱりねファンの人たちと触れてやっぱりよりねファンの人たちと近い距離感で、いろんなコミュニケーションを取っていきたいなと思いましたので、まあ、各グループであったりソロプロジェクトのファンミーティングなども開催していきたいなと思いますね、まあ、ゆくゆくは台湾オリジナルのグローバルアーティストを輩出できるようなまあ、そんな総合エンターテインメントチームでいきたいなと思いますね。